もゆうちゃんねのゆうです。本日はチェーンソーマンからチェーンソーの悪魔こちらのフィギュアと、鬼滅の刃から中国影のフィギュアイグロオパナイこちらの方、そして最後にですね、スパイファミリーからロイドホージャーこちらのフィギュア獲得していけと思います。そしたら実戦のスタートしていけと思います。はい、そうそう、まずですね、チェーンソーマンからチェーンソーの悪魔こちらのフィギュアですね、やっていけと思います。箱でけえっすね。まあ縦はめに持っていきたいと思うので奥からやっていきますね。思っとった感じのでかさと違うんですけどね。まあ。そしたら縦はめより逆縦はめの方が良さそうなので、手前側右爪よりですねやっていきますか。正直ですね、手前のバーにかけたいなと思っとったんですけど、これ見た感じですね、ゴムがですねまさかのついとるんですよね。これやとずり上げできやんと思うんで、逆縦はめで持っていくような形で左爪ですね。次、まあ手前に持ってきたんで、左爪手前ですね、ここで狙っていって、一回ですね手前の前にかけるような感じで持っていきます。まあ、あんまりかけても意味ないと思うんですけど。よしとりあえずかかったので、右爪手前寄りで持っていくような形で、正直これゴムなかったらずり上げでもうほぼ終わっとったんですけどね。さあどうだ、まあ設置はしたので、もう一回ですね左爪手前でここでもう一回戻していこう。で、一回正直難しいとは思うんですけど、ずり上げで持っていくような形で、よしそしたらこれ奥側一回狙ってみてどうなるかですよね。これワンチャン行ってくれたら嬉しいんですけど、無理だろうなこれは。あーですよね。まあこの形もなんか中途半端ですもんね。まあ一回持つような形でどういう風な動きするかですね。これでどうでしょうかね、どう動くか。 あんまり動きないですね。そしたら右爪寄りで結構ぎっちり寄せていったらどうなるか、これでどう動くかですよね。ワンチャンハマってくれ。あー戻った。そしたらずり上げと手前側は、ね、まあ、無理やったんで、真ん中より右爪でこれでどうでしょうかね。これでうまいことハマってくれればいいんですけど、おーいいですね。そしたら右爪手前でこれで順当にいけばいけると思うんですけど、あとは力の問題なんで、これでどうだ。あーダメか。そしたらもうちょっと手前側右爪がっつり寄せで、これでどうやろ。これでいってくれよ、うまいこと。あーそしたらもう一回だけやってみて、この動きでうまいこといかんだら、ちょっと変えるかやり方。ああ、さっきと変わらんで、奥側狙っていって、反動で持っていけるかどうか、多分重たいはずなんで、いけるとは思うんですよ。あとは下がるかどうか、これで。おお、ちょっといけそうな感じするんで、さっきよりもうちょい奥側。これでどうでしょうかね。これでワンチャンいってほしいんですけど、どうだろうか。よし OK。 いやちょっとね沼りそうな気はしましたけど、そしたらチェーンソーマン、チェーンソーマンの悪魔こちらのフィギュアゲットです。はい、そうだ、次ですね、鬼滅の刃からイグロオバナイこちらの中国鍵のフィギュアですね、こちらをやっていきたいと思います。こちらの方まず真ん中持って、あわよくば手前もしくは奥へ上げていければ。あー上がりませんね。そしたらこれは手前側右爪でちょっとねはめていくような形で持っていこうかなと思うんですけど、これではまればいいんですけど、おー今一瞬持ちましたね。そしてはまりました。なのでこれずり上げに持っていくような形に持っていきますか。左爪手前でこれで手前に引っ張ってくれればワンチャン次でいける。おーマジっすか。この形前回の矢面と一緒のような形になったんで、両爪で手前側に放り投げてくれればワンチャンいけると思うんですけど、前回の矢面みたいに感じになればいいんですけど、よし OK。 いいですね。いや先ほどのねチェーンソーマンでちょっとね沼ってしまったんで、そしたらですね、鬼滅の刃イグロオバナイこちらのフィギュアゲットです。はい、そうだ、次ですね、スパイファミリーからロイドホージャーこちらの方ですねやっていきたいと思います。こちらの方はですね正直簡単にいけるかなと思ってます。まずね箸にはめればねワンチャンいけると思ってます。
おお、今一瞬持ってそしてはまりました。なのでこれ振っていくような形で手前側でバーに乗せていきたい。銀のね手前側に乗ればワンチャンいけると思うんで、おお、ちょっと寄りすぎたかな。なのでちょっと甘めにさせてみて、両爪がかかるように、これでうまくいけばワンチャン次でいけると思っとるんですけど、これいい感じにいったんちゃう。よしよしよし、完璧。なのでこれ奥側ずり上げて、これで完了じゃないでしょうかね。これでいけると思うんですけど、いけたいけたいけた、大丈夫、よし来い。うわー、ちょっと待って。ちょっと残りましたけど、これ外せばいけると思うんで、両爪で奥側寄りですね。これでいったでしょ。あれ、ちょっと待って、これでは動かない。なので手前側ですね、これでどうでしょうか。これでいけると思うんですけど、奥が動かんだら手前側、これでいけるだろう。よしよしよし、オッケーよし、オッケー。いやいや、この手法最高っすね。そしてスパイファミリーロイドフォージャー、こちらの方ゲットです。はい、そうですね、本日はチェーンソーマンからチェーンソーの悪魔、こちらのフィギュアと、鬼滅の刃から中国影のフィギュア、イグロ・オバナイ、そして最後にですね、スパイファミリーからロイド・フォージャー、こちらのフィギュアゲットいたしましたので、うちに帰って開封の方ですね、していきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、そうですね、うちに帰ってきました。そしたらこちらのチェーンソーマンからチェーンソーの悪魔、こちらのフィギュアと、スパイファミリーからロイド・フォージャー、そして最後にですね、鬼滅の刃からイグロオバナイ、こちらの方ですね、回復していきたいと思います。まずチェーンソーマン、こちらの方からですね、上開けていきたいと思います。はい、上の星開けていきました。これ手前の方が多分大事だと思うんですけど、こういう形でね、入っておりますね。いやいやいや、結構ね、箱でかいんでね、どんな感じで入ってるかなと思ったんですけど、で後ろ見ると結構ね、部品も入ってそうですね。いやいやいや、ちょっと大変そうですね。さあ次ですね、スパイファミリーロイド・フォージャー、こちらのですね、上開けていきたいと思います。はい、そうですね、ロイドの方ですね、上開けていきました。こちらの方は逆三角形ですね。まあ前回のね、ロイドに関しましても、これ逆三角形だと思うんで、このね、ちょっと長っぽい感じのね、箱ね、いやいやいや、こういう感じで入っておりますね。さあ次ですね、鬼滅の刃イグロ・オバナイ、こちらの方ですね、上開けていきたいと思います。はい、上の方ですね、開けていきました。まあまあまあ、こちらのシリーズはですね、ほぼ真ん中にね、重心があるって感じなんで、あとね、大きさの問題で、偏りがね、あるかなっていう感じですね。まあまあまあ、これがね、まあ、ラストなんでね。そしたら次ですね、チェーンソーマン、チェーンソーの悪魔、こちらのですね、出していきたいと思います。はい、出しました。これが台座ですね。めっちゃでかいですね。でですね、本体の方がこういう風にね、入っとって、ちょっと中身がね、分かりづらいんですけど、結構部品もね、入ってそうですね。まあ、こちらの方で出してからのお楽しみかなという感じになっておりますね。それでは次ですね、スパイファミリー、ロイド・フォージャー、こちらの方ですね、出していきたいと思います。はい、ロイドの方をですね、出していきました。まあ、こちらの方もですね、同じような感じで入っておりますね。で、台座の方がこういう形で、まあ、おなじみの台座ですね。さあ、次ですね、鬼滅の刃、イグロ・オバナイ、こちらの方ですね、出していきたいと思います。はい、そしたらですね、こちらの方出していきました。まあまあ、こういう形でね、入っておりますね。まあ、今シリーズ、ラストになるんで、今シリーズって言ったら変ですけど、このシリーズね、ラストになるんで、いやー、ちょっとね、長かったですけど。そしたらですね、こちら3体、組み立ての方、していきたいと思います。
はい、そしてこちら3体組み立ての完了いたしました。いやいやいや、やばいっすね、このチェーンソーマンのデカさ。そして今回獲得したビデオはこちらになります。いやー、いいですね。そしてまずですね、チェーンソーマン、悪魔ですね、チェーンソーの悪魔。こちらの方からですね、見ていきたいと思います。いやー、これはでかいし、プライズの域超えたんちゃうんかなと思うんですけど、いやいやいや、これはでかいっすね。で、クオリティの方もですね、良さそうですね。そしたら次ですね、スパイファミリー、ロイドフォージャー、こちらの方ですね。いやー、こちらの方もね、結構クオリティいいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。で、最後にですね、鬼滅の刃、イグロ、オバナイ、キョコロスフィギュアですね。いやいやいや、この感じもいいっすよね。まあ、どれがね、一番今回良かったかなっていう感じなんですけど、まあ今回はね、並べないんですけど。といったところですね。本日の動画はこれで終了したいと思います。少しでもよかったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメント、よろしくお願いいたします。